緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。令和3年度入社を目指す就活生の皆さん、こんにちは。就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子です。新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会、そして FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜から金曜、毎日午後3時から10分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和2年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたを求めている企業がきっと見つかりますよ。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りします。さて、今日初めにご紹介する事業所です。業種は自動車販売。福山市高官町にあります福山オートサービス株式会社です。はい、私も利用したことあるかも。お、そうですか。事業所の PR です。私たち福山オートサービスは設立以来半世紀以上の歴史と信頼を積み上げてきました。風光明媚なビンゴエリアに根ざした企業として、車をキーワードとした幅広いビジネスを展開、地域のお客様に支えられています。私たちは笑顔になろうという理念のもと、皆様に笑顔をお届けできる企業を目指しています。社員が笑顔でいることを一番大切にしており、お客様、お取引先、地域社会、みんなが笑顔になれるよう、暮らしを楽しく便利にしてくれる車に関わるサービスをお届けしています。これからも全ての人に笑顔を届けるために新たな挑戦をし続けていきます、ということなんですね。笑顔、車をキーワードとした幅広いビジネスを展開。笑顔ね、とてもシンプルで分かりやすいけれども、実は難しい、ね、笑顔になるというのはね、はいはい。一番 PR したいこと、私たちの生活に欠かすことのできない自動車。福山オートサービスではお客様に信頼され喜ばれるカーライフを提供しています。車両の販売はもちろん、カーリース、カーメンテナンス、国内旅行業、はい、ガソリンなどの石油製品販売など、車に関わるさまざまな事業を行っていることで、興味を持っていただける仕事、やりがいのある仕事がきっとあるはずです。頼れる先輩たちや教育カリキュラムによるサポートも充実しているので安心です。自動車を通して自身もお客様も幸せにしたい方の応募を心待ちにしています、ということなんですね。そして就活生の皆さんへ一言。地域密着型の企業なので全国への転勤はありません。あ、そうですね、はい、転勤がない、うんうん、住み慣れた町で大切な人たちと共に成長したい方、私たちと笑顔を作る仲間になりませんか、ということです。福山オートサービス株式会社の求人数です。大卒2名、短大専門学校卒1名、高卒1名です。現在の募集方法は電話とメールです。お問い合わせ先の電話番号です。084-941-2737、084-941-2737。福山市高官庁、福山オートサービス株式会社のご紹介でした。続いてご紹介するのは、福山市引野町健診センターの公益財団法人中国労働衛生協会です。どんな事業所か。福山市を中心に健診センターを設置し事業を展開している公益財団法人中国労働衛生協会、健康診断がメイン事業、それ以外にも保健指導や健康教育、労働安全衛生法に基づき有害物質等から事業所の環境が適正かどうか測定する作業環境測定、
福山バラ祭りなどのイベントなど公益事業などを実施しています。健康診断は年間延べ40万人の方が受診されているということで、このエリアでの中核的総合労働衛生機関でもあるということです。健康経営を推進していて、従業員の健康に投資することで健康寿命を伸ばして労働力の確保につなげる国が提唱するプロジェクト、これを推し進めているということなんですね。これを実践しているということは、厳選な労務管理、健康増進、生活習慣病予防対策や感染症予防対策など各種の施策を実行しているということを示しています。中国労働衛生協会も漏れなくこういった施策を行っているということで、経済産業省により健康経営優良法人大規模法人部門2020に認定されていると。広島県に本部を置く企業では10社程度しか認定されてないんですって。そのうちの一つが中国労働衛生協会ということです。 PR したいこと、医療系職員がメインでそれ以外の職員はほとんどいないと思われがちですが、3分の1は事務系の職員です。それぞれの健診センターでは地元密着で健診を行っていますということで、障害営業職以外は転勤は基本的にありません。中国労働衛生協会が指定した資格の取得、学会の参加については協会から補助も出るということです、はい。また内閣府から認定を受けた公益財団法人ですので不況に強いです。お、もう一回言います、不況に強い、法律によって財務諸表の公表が義務付けられているのでホームページで詳細をすべて公開しています、はい。興味がある方はぜひチェックしてみてください、現在経営コンサルタントを導入し人事給与制度を改革中、人材を育成するための人事制度に変更中ということです。求人数は大卒20名、現在マイナビ、電話、メールで募集を行っています。なお採用試験がですね、7月27日月曜日に行われる予定ということです。説明会ですが医学系の学生のみ8月1日土曜日午後1時から福山市引野町の福山本部で行われます。それ以外の方は福山本部で随時説明会を行うのでご参加ください。就活生の皆さんに一言、公益財団法人中国労働衛生協会、漢字14文字の非常に長い名前で何をしているか分かりにくい団体です。これ私が言ってるわけじゃないです。中国労働衛生協会さんのメッセージですから。何をしているか分からない団体すぎて、中国の方の旅行団体なのと間違われたこともあります。なるほど、かっこ事実です、なお間違われたのは技術部長ですわー写真みたいですが、至って真摯に働く人とその家族の健康を願い、健康診断、健康教育、作業環境測定、公益事業等を実施しています。住民の健康の維持増進に貢献し、かつ自身の健康も保ちたい方、ぜひ中国労働衛生協会を見学してくださいということです。お問い合わせは 084-941-8211、 084-941-8211、 福山市引野町にあります健診センター、公益財団法人中国労働衛生協会のご紹介でした。今日は福山オートサービス株式会社、公益財団法人中国労働衛生協会、この2社をご紹介しました。本日ご紹介した企業は FM 福山の Facebook また YouTube でもアーカイブしていきます。聞き逃した、誰かにも教えてあげよう、そんな時はぜひ Facebook や YouTube をチェックしてくださいね。福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。ではまた明日。